保留見てください。さあ今金のカットインから赤保留に変わって、その後に紫保留もありますよ。そして金の扇子をケージがキャッチして、熱い戦人のですね心構えという演出になるんですね。さあこれでケージが飛び出て、赤ふすまからの、ああキセルはないですね。あ、ここでボタン登場。いや、この完成でより熱い SPSP になります。さあ、ストーリーリーチ始まりました。レルフラッシュもついて、これは当ててくれるでしょう。いや、もうこういう展開が待ってるというか、こういう展開がよく見れるんですよ。まあ、出た！またケージボタン。ケージカットインです。まあキセルがなかった分だけこれで穴埋めなのかなって感じがしますが、まあこれは当ててくれないとやばいですよね。合戦のサロしかと見ておけ、かっこいいな。なんかこういうですね、俗に言う、いやもうこんな漫画チックな戦いがこの戦国時代にあったのかよってツッコミを入れたくなりますが、そこはこの絵と刑事のもう絵がかっこいいからこれに文句言われたらそれ尻込みするでしょみたいな、本能一括。さあどうでしょう。さあここで見事成功、大当たりです。緑から赤保留変化して赤保留でしっかり当ててくれました。ちょっと気になるのはその後の紫保留ですよね。まあこれがラウンド紹介した後に一体どうなってるのかもあれですし、八図柄っていうのがいいですよね。八図柄は信頼度高いんですよ。もう八が転敗した時点で結構ですね信頼度が高めなんで、新婚の刑事八のリーチは期待していますね。さあ、このままボーナス。松風を乗り切ったのか。内心ですね、後ろに紫保留があったんで、僕はこれはちゃんと松風に乗ってラッシュに突入するんじゃないかなと内心思いながらずっとカメラを回してます。ラッシュ突入と突入じゃないかっていうのももう慣れましたよね。さあゲージを押して、あー落馬しちゃった。なんなんだ、残念っていう感じですよね。いや、これは僕のですね、目論みが外れましたよね。さあ、これ普通の時短のですね、歌舞伎ラッシュ100回に突入です。さて、さっきの紫保留は何かになって、あっと、これは、出ました保留連チャンでしたね。やっぱりうん、これでまた右打ち2400ですから、しかもラッシュ突入しますから、どうなんでしょう。これもさすがに単発ってことはないだろうって感じで僕は見てるんですよね。いや、保留連を見事にカメラに収めることができました。さあ、これがどうですかね。このまま、まあ出玉だけは確実に増えていくという感じがするんですが、ん、これは出玉的に800止まりな、まあさっきの当たりと合わせて今
1800個ぐらいになってますけど、さあこれ単発だったんですね、まあ、しょうがない、へそ入賞の2連が保留連だってことで、右打ちで正規のラッシュは入りますが、いかんせん目玉は意外としょぼかったですね、まあ、こういうこともあるということで、まあ、とりあえず、新歌舞伎ラッシュ突入です。いや珍しい、あの単発からのこれはまあ確変で良かったんですが、とりあえず五竜連ちゃんがこんな形になるという動画でした。さあこの後どういう展開になるんでしょうか。いや結構ドキドキしますよね。でもなんか本当に格演中の煽りなのかなっていう気がするのと、あと僕基本的にですね、この新歌舞伎ラッシュの格演中の選択を意外としないんですね。